こんばっちー。8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今日は天才二塁手作成。右投げ左打ちのセカンド、フォームは内藤、好きな球団はすすむくんから広角打法狙いでオリックスでいきたいと思います。ということで今日は素晴らしい天才選手作っていきましょう。はい、ではやっていこう。珍しいぞ、打撃型、いやパワー型ですね。初期値154、ちょっち低いかな。そしてこれはすすむくん OK なんだけど、全体的なね、宝箱回復やる気すべてないね。弾道もないか。これですすむくんでミートプラ7の広角なし、残念。いいね、総力で、ハテナマスもね、悪くはない。よし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 。回復一発でかいぜ。そして、どうしようかな。これ行きたいな。ミートとパワーはやっぱでかいので、これは行こう。体力満タンだしね。満タンかどうかはヒーリング次第か。残念。満タンにはなれず。それでも D が4つ。いいでしょう。ナイス宝箱。ボナ来た。ステニパネテン、やっちまったな。いやー、これは大勝利確定ですわ。マップがでもちょっと悪いかな。それではやっていきましょうか。アンチはどこかなと思ったんだけど、まあここかな。まずはシャッフル。特に決まったアンチはなさそうな気はするね。ミートの、はい、回復。よしよしよし。ちょっとここだな。ここがお悪いですね。なのでシャッフルして、真ん中にゴールがあるっていうのもちょっとね、動きにくいんですよね。なのでやる気取って、そうね、ここがまたつながってたらなって感じはするな。変わるかな。弾道取ってシャッフル。さあどんどんとやっていこう。まあシャッフルしてもいいんだけどね、どうせ変わるのは分かっていたので、落ち着いていこうぜ。はい、勝ち。いいね、ここだね。ここか、まあ、ここか。うん、ここだね、ここだね。おそらくアンチここですね。宝箱今取りに行ってもよかったんだけど、回復を優先したかったな。はい、来た。いただきました、パワー。弾道行こう。上ね。2,3,4,5。これは行ってもいいかな。上の方がアンチなので、変わったら変わった、変わんなかったらいただきます。もう一丁、ナイス。さてと、どんどんと、まあ、マップはちょっと悪いのでとりあえずサクサクはやっていくんですが、どうだ、変わっちゃうかな。変わっちゃったね。宝箱、今なー、赤踏まなくてよかったね。ゴールの方を通過していけばよかったやつ。ちょっともったいないことした。これは行きましょう。うん。これで変わるので。よし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 。とりあえず散歩圏内に絶対にあってほしいところ。オッケー。はい、ナイス。ナイスヒーリング。で、とりあえず低いところからしっかりと上げていく。これは行きましょう。あまりね、ここ、角には入りたくない。もし変わった時にね、めちゃくちゃ痛い目見るかもしれないので、ハテナマスとかね。まあ、もちろんだけど、赤おにぎりとか、そういうのがあるので、できれば、そういう角のね、こことかこことか、行き止まりには入りたくない。今、ミートだったな、行くのかな。変わる。大丈夫。はい。ちょっと回復が寂しくなってきたかな。そんなことはない。ナイス10。いいね、いいね。これはここで待ちましょう。うん、そしたらこの肩行ってもよかったのかな。でもやっぱヒーリング待機、これがやはり強いので、ヒーリングがあればひたすら待ちたいところですわ。これは行く価値ないよな。4。そうね、ここで待ちましょう。ヒーリング待機もしたいけども、変われ。いやー、そこ連発か。
連発はちょっと辛いね。いいよ。はい。3か。3はちょっと弱いな。シャッフル。畜生。これは仕方がない。で、体力半分切ってくるとちょっとまずいので、ここからヒーリング待機しましょう。うわぁ。それは辛いな。2、3。やべえぞ。ナイス。おーい、ギリギリ。1、2、3と。オッケー。いいね、いいね。とりあえず上に戻ろう。3、4。これで変わるか。変わったかな。変わった音したな。変わった音したな。イヤホンしてたけど、あまりうまく聞き取れなかった。シャッフルのね、音とね、混ざるんだよね。これちょっと行きましょう。変わるか。変わっちゃったか。やべ。これはやべ。ナイス。4。あーもうこれは行こう。これは行こう。無事赤。大丈夫。シャッフルする。どうだ。いやー、3かな。これで3。4。変わんない。5。オーケー。素晴らしい回復量。まだ、まだあるぜ。まだ諦めんなよ。これは行きたいな。これは行きたいぞ。総力か、守備か。そうね。総力にしちゃおう。変わるね。まずいね。はい。落とす。あー、やっちまったな。これはもうしょうがない。これはもうしょうがないやつ。そしたら、ハテナ行くか。輝きの、はい、オッケー。いやー、今のハテナはもうね、仕方がないハテナでしたわ。ナイス。でも、ね、そうなったらば、ハテナガンガン踏めるので、まあ、オール S いけるかどうかは、わからないけども、よし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 。オール S いけるかどうかはわからないけど、ハテナは、よりいけるようになったので、まあ、悪いことがね、起きにくいのが、ハテナマス、捨て2のハテナマスなので、ちょっと回復量が弱えな。総力強化。戻ってこい。プロ入り拾ってこい。これはこっち。はい。ナイス10。いいね。ヒーリング落としてから回復量が良くなった気がする。2、3、4。OK! GO! って変わるのでこっち。回復回復。カモン回復。変わるかな。よし。いやー、渋い。残念。遠いね。これで取って取って変わるでしょう。ここでいける。大丈夫だ。信じろ。よし。4。渋いなー。で変わるので、ナイス。いやー、渋い。1 2 3 4 5 6。あー、ダメだな、ダメだな。1 2 3 4 5 6。いけたわ。もうこれで諦めかな。補給変わってくれた。ナイス。まだ諦めんな。まだ諦めるな。変わる。いやー、終わりですね。最後、ハテナ行きましょう。はい。ナイスー。諦めない。1、2、3、4、5。あるぞ、あるぞ、アルソック。変わる。まあ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 。もう今、一回死んだ命だからね。死んだ命をまだ、ね、繋ぎ止めている。いやー、回復が渋い。2、3、4、渋い。いやー、もう、これはさすがに終わったわ。1、2、3、4なので、あー、いけるのか、いけるのか、行っちゃうのか、行っちゃいましょう。ミート、終わったか。これで今ので変わってくんないと終わりだったので、ただヒーリング落としているから、ゴールまでの道のり、ナイス。これ宝箱いけるぞ。いやー、ガンディに相手。ナイス回復量。さあどこだい。あー、これちょっと待てよ。ロックオンあるな。ロックオンあるな。ロックオン。回避オッケーで、マレーロな。はい、守備。いいね、いいね。セカンドだったらオッケーよ。ガンディに相手。ガンディ。ガンディ、逃げる。しょうがない。これは、
ね、どうせシャッフルしてしまうのもったいないので、さて、おお、また宝箱取って次いけるぞ。野球超人伝いけたらいいな。これ選手にあって、理想はこの周りだよな。一回下行く。選手来なかった。これは補給以外。はい、守備。いいね。いいね、いいね。で、初手ロックはない。大丈夫。よし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 。さあ、威圧感が入る。よっしゃ。どうだ？止まる？止まるんか。回復。いやー、回復量素晴らしい。しっかりと肩も上げることできたし。まあ、ミート、パワー。あー、でも野球マンの登場が嫌なんだよな。これ、いや、やめよう。野球マンの登場が一番怖いので。さあ、ラスト宝箱ナイス！強っ！引きがいいな。あー。あ、大丈夫。まずこっちから行こうかな。はい。いやー、これはもう、肩、走力、ミート。守備。いやー、一番高いとこ引いたか。残念ですね。いやー、それは聞いてない。いや、もうそれダメージは一番積むやつだよ。どうしよう。どうしよう、どうしよう。結局戻ってくるもんね。カレンさんが抜けてくんなきゃ話にならねえんだよ。まあまあまあ、それはもうね、絶対的にしょうがないやつ。あとはこれでゴールの方に、果たして、運命はいかに。来た。来たこれ。来たこれ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。1、2、3。いや、これで回復量次第でこっちもいける可能性ね。回復量が2じゃなければ勝ち。あー、ちょっと待ってよ。守備だもんな。頼む。はい、4。4か。1、2、3、4、5、6、7。ダメですね、ダメですね。ドン！あー、いかなかったか、補給。それでも、ステニパネテンよく頑張ったと思います。素晴らしい選手ができました。ありがとうございます。いやー、これはすごく嬉しいですね。それでは各種設定していきたいと思います。はい、名前設定してきました。名前、星587から、小花くんという名前になりました。いかがだったでしょうか？こいつは強いぜ。ただ、特殊能力が威圧感しか入っていない。これはもったいない。それでも、打って守って、素晴らしいセカンドになったと思います。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら。打率3割2分1厘。ミートが A の85。威圧感があって3割2分1厘。ちょっと物足りない。残念です。187安打。これももう少し打てたんじゃないでしょうか。あとは、ホームラン41本。これは弾道4のパワー S の93、50本期待しました。ちょっと全体的に物足りない数字になってしまいました。取れたタイトルは新人王のみ、塁打数だけ351ということで、これはトップ。そして打点は126、山川さんがダントツです。あとの細かい数字はこんな感じ。ちょっと物足りないかな。三振数が3桁いってない。これは優秀か。ということで、盗塁は3つ。でも、走力は B なので、まあそんなもんでしょう。ちょっと失敗が目立つでしょうか。そして、残すはこんな感じです。OPS は 1.0 を超えたので、ここは満足。いかがだったでしょうか。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ！